2度目の世界タイトル戦第1ラウンドのゴンが鳴りました。今晩のウェイトは高山が134ポンド、一方のデュランが133ポンド4分の3。第1ラウンドから早くもジャブを出しますデュランであります。高山左のアッパーを打ちました。電光に映えて白いグローブが鮮やかです。左アッパーから右を打ちましたデュラン。デュランの右のアッパーです。第1ラウンドから激しく攻めてきますデュラン。かなり大きいパンチでありますが激しく攻めてきます。高山も左を打ち返しました。石の拳というあだ名がありますようにパンチがありますデュランであります。今晩が5度目の防衛戦、激しく打って出ますデュラン。第1ラウンド激しいデュランの攻撃であります。1ラウンドダウンです。高山早いラウンドから盛んにパンチを出しますデュラン。今度は左のパンチ、かなり強いパンチですデュラン。高山やっと出しました。しかしちょっと苦しそうです。実に苦しそうです。大変苦しそう。レフリーがやらせました。さあ高山手を出せ。クリーナクランのルールがありますから今度倒れますと試合が自動的に中止されます。ダウン。第1ラウンド KO なし。高山あっけなく敗れました。君にやったということでね。はい、これが最初のダウンシーンです。最初から連打を受けてしまったということですね。そうですね、あそこで足を止めてですね、まあ半ば打ち合いに行ってしまったことが一つの誤算ですね。こういうふうになった時、柴田さん、主勢に回った選手というのはもう本当に何もできないもんですか。そうですね、もうああああああなんて言ってるうちにもうね、あれになっちゃうんですよね。これは2度目のダウンシーンです。ストレートとにかくよく手が出ますね。それでね、全部あの力があるでしょ、はい、ですからもう一打一打がね、もう全部こう KO パンチ持ってるわけですね。そういう意味ではもうとにかくこうなってしまったらもうランダー戦